エルサはおととい17歳になった。来年は20歳になる。どうして?現在が1月1日で、エルサの誕生日が12月31日であれば可能だ。おととい、つまり12月30日、彼女はまだ17歳。昨年12月31日に彼女は18歳になり、したがってエルサは今年19歳になり、来年は20歳になる。エルサと妹のヘルガは実家の古い屋根裏部屋を探検することに。そこはとても暗くて汚い。その後2人はお昼を食べに1階に降りた。ヘルガの顔はホコリだらけだが、エルサの顔はとても綺麗だ。顔を洗いに行くのはエルサだけ。なぜだろう。エルサは妹の顔が汚いことに気づいたので、自分の顔も汚いのだろうと思ったが、ヘルガはエルサの顔が綺麗なのを見て、自分の顔も綺麗だと思い込んでしまったのだ。その後、エルサとヘルガは魔法の森を散歩することに。川岸に着くが、橋は修理のため通行止め。姉妹は橋の近くで2人の小人がボートで釣りをしているのに気づき、2人は姉妹を助けることに同意する。しかし彼らのボートはとても小さく、姉妹1人か小人2人しか乗れない。幸いにも姉妹はこの問題を解決することができた。エルサとヘルガは同じボートで川を渡ったのだが、どうやったのだろう。まず小人の1人が仲間を対岸に連れてきて、1人で姉妹のところへ戻った。ヘルガは船に乗って川を渡り、彼女は2人目の小人に船を渡し、彼は対岸に戻った。彼は仲間の小人を選び、ヘルガのところに連れてきた。そして小人の1人がエルサのところへ泳いでいき、ボートを渡した。彼女は川を渡り、ヘルガと合流した。そして最後に2人目の小人が仲間のところに戻った。というわけだ。ヘルガとエルサは歩き続け、森の中で道に迷ってしまった。一番近い町までは3つの道がある。最初の道は人間を食べる突然変異植物がたくさん生えている。2つ目の道は巨大な氷の中に飢えたドラゴンが凍っている氷の洞窟を通る道。3つ目の道は妖精の村を通るのだが、彼らの魔法は人間の正気を失わせる。どの道が安全だろうか。ドラゴンは氷の中に閉じ込められているので、それほど危険ではない。やっと姉妹は町に着き、姉妹は大通りを歩いている。突然誰かがヘルガの頭にオレンジを投げつけた。エルサは果物が落ちたアパートを特定し、文句を言いに行く。彼女がノックすると、若い男がすぐにドアを開けた。エルサは妹が彼の部屋の窓から落ちてきたオレンジで殴られたと説明するが、男は、君がノックした時私は犬を洗っていた。ここには僕と犬しか住んでいないから部屋を間違えたんじゃないかと言った。彼の証言を信じないエルサだが、なぜだと思う。彼は犬を洗っていると言ったが、犬の毛は乾いている。嘘をついているに違いない。エルサとヘルガは地元のインテリアショップに入った。ヘルガは鏡の前に立つ姉の写真を撮るのだが、この写真で何か変なところを見つけられるだろうか。鏡をよく見てほしい。エルサの手も後ろのセールスポスターも間違って写っている。彼女は吸血鬼に違いない。というのは冗談だ。姉妹は店の探検を続ける。しかし突然エルサが悲鳴を上げ始め逃げ出した。どうやら生きていない女性がいるようなのだが、君にはそれが誰だかわかるだろうか。最初の女性は普通の人間で、後ろに鏡がある。3人目の女性の背景には自分の絵がある。そして肩越しに見えている2番目の女性は幻影である。鏡に映る彼女の姿は現実と一致していない。エルサは近くのビルに隠れることにしたのだが、そこはペットショップだった。エルサはその周りをうろうろして、あるおかしなものを見つけた。君にも見えるだろうか。亀がサングラスをかけている。
地元の人々はエルサとヘルガに数週間前から市民を怖がらせている不気味な人狼のことを話した。彼らが知っているのはその人狼が女性で夫がいるということだけだ。彼女を落ち着かせることができるのは彼だけのようだ。エルサは人狼の夫かもしれない3人の容疑者を見つけたが、誰もそれを認めない。人狼の夫を探してほしい。2人目の男だ。自分の髪はブロンドだが、彼の服には茶色っぽい怪しい毛がある。翌日、ヘルガの誕生日パーティーが開かれる。エルサはケーキを買いにお菓子屋に行く。遅れそうなので慌てているとウェイターにぶつかった。エルサは頭を打ち、ヘルガに頼まれたケーキのことを忘れてしまう。覚えているのは次の3つだ。緑色の要素が入っていないこと、ケーキのクリームが2色以上でないこと、そして少なくとも1つのベリーが入っていること。エルサが正しいケーキを見つけ出すのを手伝ってほしい。エルサは4番目のケーキを選ぶべきだ。チョコレートのチーズケーキだから緑はないし、グラサージュは茶色でチェリーが飾られている。素晴らしい組み合わせだ。エルサはケーキを買って帰ることにしたのだが、パン屋は街で一番高い塔の中にある。エルサは下に降りようとエレベーターに乗り込むが、ボタンを押し間違えて屋上に出てしまう。どうせなので彼女はこの塔のてっぺんに設置されている象徴的な巨大時計と一緒に写真を撮ることにする。おっと、エルサは屋上から携帯電話を落としてしまった。彼女はその場を離れようとするが、すでに誰かがドアをロックしていた。エレベーターも動かない。彼女は屋上に閉じ込められてしまったのだ。幸いエルサは時計の時刻を変えることができる。エルサは何時に時計を合わせれば誰かが気づいて救助してくれるだろうか。もし彼女が時計の5時5分をセットすれば SOS 信号のように見えるだろう。ついにエルサは塔から脱出し駐車場に向かう。これが彼女の車なのだが、駐車してある場所のナンバーがわかるだろうか。87番だ。エルサが家に到着した。ヘルガはエルサの新しい彼氏カエルから送信された休暇中の写真を見せている。この写真にはカエルと彼の友達のボブ、そして人型ロボットネオが写っている。ネオはボブの隣に立っていて、黄色いマスクをしている人は男性ではない。カエルのマスクの色は？条件によればカエルになれるのは3人目だけだ。だから彼のマスクは青のはずだ。誕生パーティーは順調に進んでいる。もうすぐ真夜中になるので、エルサはキッチンに行き、バースデーケーキにろうそくを立てる。突然彼女はライターが2階の自分の部屋にしかないことを思い出す。彼女はケーキをテーブルに置いたままにしておき戻ってきたのだが、ケーキは床一面にぶちまけられているではないか。彼女は怪しい3人に質問した。ローレンは、私は一晩中居間にいた、誰がやったのかわからないと言い、ウェンディは、満月を見に外に出たの、今夜はとても美しいわと言い、カイルは、ヘルガと一緒に TikTok ダンスを撮ってたという。ケーキを台無しにしたのは誰だろう。ウェンディだ。窓を見てほしい。月が満月ではない。翌朝、ヘルガはエルサより早く起き、フィードをチェックする。新しいニュースだ。伝説の泥棒が近くの刑務所から逃げ出し、今街をうろついている。彼はシェイプシフターの才能があるので、どんな姿をしているのかは誰にもわからない。突然、ヘルガは誰かがドアをノックする音を聞いた。彼女がドアを開けると、自己紹介をする2人の男がいた。ボブは近くの公園の庭師で、ピーターはゴミ収集人だ。二人ともトイレに行きたいというので、ヘルガに中に入れてくれるよう頼むが、家に招いても大丈夫なのは一人だけだ。あなたにはわかるだろうか。ボブは赤いシミのついた服を着ている。しかし、ブラシも持っている。おそらくフェンスをペンキで塗っていたのだろう。ピーターの顔の毛をよく見てみよう。片方の口ひげがほつれているということは、偽物だ。彼がニュースの逃亡犯に違いない。